いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら壁紙がね、綺麗に貼り終わったので確認しております。クローゼットの中もね、今回貼り替えました。天井に関しては7、8年前にね貼り替えたんですが、そのまんまの状態になっておりますね。全然、まあ今回貼り替えたと言ってもまあいいぐらいの綺麗さだと思います。はい、ということでね、まあこれね、貼り替えたということなんで、まあちょっとね、今までやってみたかったということでね、こちらね、マジックで壁にね、ちょっといたずら書きなんかしたらいいのかなということでね、はい、どうでしょう、こんなところにね、こうね、こんな風に丸なんかつけたらね、楽しいですよね、というのは冗談です。はい、ということでね、何をやりたいかというと、まあ、はい、カッターね、持ってきてますんで、はい、変なところね、あ、ちょっとこれ、手にね、黒く、危ない、ね、下手に壊れして、汚したら大変なことに、ね、なっちゃいますんで、はい、ということでね、ここにね、今、換気口、つける予定になってますんで、今ね、早速、やっていきましょう。ね、まあ寒いんでね、これまあすぐにね開けないで、そのままね塞いでる状態にしてました。はい、まあこれでいいでしょう。はい、ということでね、手が汚れてます。はい、でここにねゴミを置いて、でこんなところにねちょっと実は隠してましたね。元からこれがあるとね、換気口の印だろうというふうにね分かってしまうんで、風に隠しておりました。はい、あとね、手が汚れちゃうんで、手ね、汚れてますんで、ちょっとね、こういう風に触らないようにだけします。はい、そして、これね、両面テープっていうか、はい、ついてまして、このね、はい、周りに、はい、つけるという形になるんで、まあ、これですね、上の方に、この辺に何でしょうかね。で、こう来て、で、下の方にね、まっすぐ来るように、まっすぐというか、ジョイントがね、来ないように。で、おそらく、こう来ると、若干こうね、ずれるという感じに。はい。これでね、そのまま、はめ込めばいいはずなんですが、ね、間違ってたら、笑われちゃうんで、はい。ね、一回見ていきましょう。これね、はい。で、こう説明ちょっと、はい、こんな感じでね、やっぱり上にね、から、で、継ぎ目を製品上部で重ね合わせるということです。はい、あとね、まあ、この中にビス固定するね、部分もありますが、まあ、ね、アパートのお部屋です。ここをね、触る方そんないないと思いますんでね、そのままぶち込んでいきましょう。はい、では、いきます。はい、どうでしょう。ね、あとまあこれね、水平器をやる必要全然ないと思いますが、まあね、ちょっとねこんな感じで130と、よいしょ、いいでしょうかね。あとはこうね、プッシュ、はい、これでね全開という形で、はいね、今は寒いんでね、しっかり押し込んでおきましょうと。はい、よいしょ。そのとこでまずね一箇所完了です。はい、次引き続きねやっていきます。はい、では引き続き2箇所目やっていきましょう。はい、まずねこちら脚立に置いておきましょう。はい、でね穴の位置しっかり確認して、このね、はい、まずカッパスッと入れて、塩ビ管のねちょっと面の方まで、はい、ね、こんな感じでいきましょう。そしたらね、はい、ちょっとまあ、こんな感じで、ね、下手にね、こういっちゃうと大変なんで。はい、ね。よし。まあ、こんなんでいいでしょう。はい、中にね、ちょっとゴミがね、溜まってるような感じがするんですが、今ね、掃除機もないんで、まあ、これはこれでね、いいでしょう。ちょっとボードの粉っぽい感じがしますけども、
はい、ということでね、ちょっとやっぱり掃除機はね、後で持ってくるつもりなんで、これね、ふーって外に吹いてもまあダメでしょうけどね、後でね、ちょっと掃除機持ってくることにして、とりあえずこう押し込んでいきましょう、ね、ちょっと始末悪いんで、とりあえず、はい、そして先ほどのようにね、はい、135、140で回転させます。はい、こんな感じで、はい、ではよいしょ、動作だけ確認しましょう。はい、では次3箇所目いきます。はい、では3箇所目最後ですね、いきます。ね、こんな感じで抜点して、よいしょ、よし、はい、ああ冷たい風が入ってきます。はい、あとね、中どうでしょう。ああ大してね、ここは汚れてません。ちょっとね、ボードの粉が入ってたぐらいですけれど、まあそれもね、後で掃除するにして、よいしょ、続きね、これをつけていきます。はい、ではこちらのね、スポンジ、先ほどと同じように上下確認して、はい、上からね、こう巻いていくような形になります。はい、ね、下の方からこうやるとジョイントこうね、まあこれ貼っててもやっぱり隙間ができてしまうんで、やはりね、上からしっかりこうね、いきましょう。はい、でね、まあこうバーッと取っちゃってもいいです。はい、こんな感じで、はい、ね、最終的にここで少しずらすよと。はい、こんなんで OK です。はい、でははめていきましょう。はい、ではね、このままつぶずっといきます。よいしょ、はい、で、あとは、はい、ここね、130、132、まあいいでしょ。はい、動作確認して終了ですね。はい、それではこちらのね、ナスタさん、はい、なんていう製品ですかね、屋内換気口、こちらお客様用というふうにね書いてますけど、まああえてね、こんなんで取扱説明、まあ、する帳をね置いとくべきかとね思いますけども、あとね、こちら施工説明書、工務店様用ということで、こちらはね、施工説明書なんで、先ほどのね、スポンジの付け方とかあります。まあね、プッシュ式なんで、まあ、多少ね、最初から少し開けておいた方がいいのかなということで、ね、これだけでいきましょうか。ね、全開にすると寒いですけれども、まあ、全部ね、ちょっと、まあ、半開きっていうか、一番、小の状態で、なんて書いてありますかね、3段階、ね、プッシュ、はい、3段階の吸気量調節ということなんで、一番小さい、ね、一番隙間が狭い状態、それでね、設定しておこうと思います。はい、ということで、こちらのね、換気口取り付け終了となります。以上、ご視聴ありがとうございました。